トップダンディーリアルでは内勤運営スタッフプレイヤーを大募集してます。興味ある方は概要欄にあるインスタからご連絡お待ちしてます。どっこいさんだぞ。あ、おきや人数分か。うわぁ、ごめんなさい。朝日はやばい。いや、今のは完全にキモすぎる、翔太。ちょ、上がってることは謝る、普通に。え、だったら避けれるよ、どうやって。避けれた。お前みたいなちょまちょましてるやつが一番殺したくなるのよ。当たり前のことは翔太が生きてるっていうのはあるんですよ。朝日は近代不良により、首にしました。約束一応してましたけど、はい、遅刻したから絶対俺遅刻するから、はい、あ、もう無駄だねって俺言ってたんですけど、はい、やっぱりしたんで、あの宣言通り、はい、です。あ、もしもし。おい、お前どうした？久しぶり。なんか聞いた？なんか聞いたって。いや、なんか聞いたじゃねえよ。いや、なんか聞いたって。なんか聞いた。いや、内勤とかが聞いた？いや、聞いたって。普通になんか勤怠がひどすぎてクビになったっていうのはなんか、うん、あ、流れっすよ、全体で。どうしたの？なんだから普通に締め日に寝坊して、で、うん、俺あの3月中に1回でも遅刻欠勤したらあのクビってミキさんに言われてて、それでそれ普通にあの守れなかったから、お自分からミキさんに LINE でホスト上がりますって言って、おあのミキさんはあの、まあ、本当に気合あるならやってもいいけどみたいな感じで言ってくれたけど、うん、ラブ以外でもさ、ミキさんは死ぬほどあるわけだから、うん、俺はそれでいいなって思ってクラブ上がりますみたいな感じで言ったら、うん、あ、じゃあなんか寮まで来てくれて、それであの荷物引き払って、うん、で普通に解散みたいな感じだった。あ、そうなんだ。そう、寝坊した原因って何なの？アラームかけなかったこと。じゃあアラームかけないと。当たり前のことを当たり前にやるために、当たり前のやるべきことを数値化して決めて、自分に決めてコミットするよ、自分に。それマジ大事だから、もったいねえよ、朝日。イケメンだしさ。ミキさんって期待しとったんだよ、お前に。ミキさんが一番俺のこと一番分かってて、うん、だから俺はそういうところさえあの本当にきっちりやっていけば絶対売れるっていうのは毎日言ってくれてたのね、ミキさんは。うん。で、ラブで一番嫌いな人誰だった、ちなみに。正直、ジュリさん。あ、ジュリさんなんだ。あいつキモすぎる、マジで。え、どうして？え、でもなんかわか、え、で、どういうとこやったの、朝日は。え、なんかもう、あの、真面目すぎてキモいし、うん。え、自分大して売れてなかったくせに、なんか、現役時代、うん。内勤として1兆円に肩ホストかかってんのがキモいから、そうなんだ。ホストかかんなよっていう、うん。感情でしかない、俺は。なるほどね。微妙にキモい、なんか。微妙にキモい。内勤人への仕方がキモいって、これ大丈夫よ、俺的にはなんかすごい俺男気あって、まあ俯瞰して物事見てるやっぱ人やなっていう印象あるけどね。やっぱ髪型とかそういうところ。あ、そうそうそう、体型とか。それもある、価値である。でもそれは売れない芸人よりも最強。あ、だから付き合いしたらまた。分かった分かった。はい、じゃあね。じゃあね。はい。朝日って感じですね。いや、パンチ効いてましたね。でこんな感じで普段あれですよね、彼のザレ言に付き合ってて、あ、そうそうそうす、でもそれが一緒になって言ってるっていう風に思われちゃった。そう、完全そうっす。今のところ来てくれそうなお客さんとかいますか？いや、でもまあ、来てくれそうな人、微妙ですね。微妙っすか？中には来てくれると思うんですけど、はいはい、来てはしないよ。はい、あれ、ライト君何日？ 3 月いつでしょ？ 2 月でしたっけ？ 3 月15日になりました。15っすか、はい、じゃあもう来週で1ヶ月。そうです。でも4月来なかったら結構焦らないとまずいかもしれない。そうですね、本当にやっぱり、なんだろう、まあ、新人ですけれども、もう3ヶ月やってるんで、まあ、やっぱりそこをやっぱり他の新人と同じにしてほしくないんで、他のやつより売らないと難しいと思うんで。確かに、はい、それで頑張ってください。バイトしてるとか。ウーバー登録した？今登録してない。してる？してない。してない。え、何それしないの？もう今したら。だから多分お金をなくて前から無理やりしとったでしょ。え、あれって歩きでもいけ。いや、だから自分でそれは調べな。聞くんじゃなくて、そう、なんで自分がお金ないか分かる。そういうの調べないから。行動してないから。そういうの調べないから。じゃあやれねえよ。歩きでもいけやさ。それネットで調べればいいじゃん、じゃあ。はい。
そこそれしてないのにさ、携帯代1万7000円クラス代はじゃあ違う人だって、はい、そこをなんで自分でさ、しようって思わなかったの？ちょっと甘えてます。前借りする前に甘えちゃってます、うん、じゃあ なんで前借りダメっていうか分かる？俺たちが飛ぶ可能性がある。じゃなくて自分が厳しくなるんだよ、給料日に。でだったら翔太みたく女の子に使うお金がなくなかったら、そう外で稼いできたりしたの。ウーバーって歩きでもできるんですかとかさ、ウーバー取ったりそんな自分で調べることじゃん。だって別に俺はお金あればウーバーしなくていいんだ。前お金なくてウーバーやる必要があるでしょ。で服も毎日同じじゃん。じゃ例えばさ、1週間毎日来るお客さんが会いに来るってなったらさ、どうするの？1週間服毎日同じで不潔だなって思うと思う。汚いと思うでしょ。その準備をあまりにも整えてないの自分が。それは売れないよ。とりあえずお金貸してください。絶対無理、絶対無理。反省してない、反省やばすぎる。あと Uber やるのは結構初期費用かかりますね。そうっすよ、うん、そういうの知らずに簡単に言ってくるのは良くないなって。本当に新人のこと考えてるんだなって。おお、マジっすか。そうじゃないですか。まあ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 無責任ですね。やればやった方がいいんじゃない、言うじゃないですか。いかにお金考えてるってます。それはそうです。そうっすよ。新人のことなんでどうでもいいですかね、所詮。いや、それはないっすよ。100聞いて100返ってくると思ったら違うよって思った。そうっすよ。学校じゃないから。調べても分かんないこと、ね、答えがないこととか、調べて模索してやってみて、結果できなかったからどうすればいいかっていうのは聞いていいと思うんですよ。そしたら絶対答えてくれると思う。鍋パしましょう、今日は鍋パ。お金ないでしょ。お金ない。人の金で鍋パしようとしてるでしょ。そうっす。俺んちだったらもう割り勘なんで。あ、いいっすよ。割り勘ですよ。いや、お金ねえのに、それしない方がいいって。しない方がいい。あんこも、あんこも。やばい、やばい。ブラックでしょ、俺。やばい。21でブラックでした。やば。どんだけ滞納してたの？借金でも300万ぐらいあるんです。すでに車のローンが200万で、で、クレジットカード全部合わせて60万なので、ほかあったもん。サラ金、サラ金、サラ金さんに。マジか。お酒マッテラス21で。キャバ嬢全員笑ったっす。全員笑ったっす。マジで。おもろ。おもろいな。財布取られるよ。ライト。起きて。え？息死んだ？死んだよライト。ライト。心配になっちゃうよ。ライト。ライト、あ、息してる、息してる。じゃあ行きましょう、もう帰りましょう、帰りましょう。多分嫌なこと重なっちゃったのかな。どこしたの？何人かに怒られちゃってましたもんね。それある、あ、ありますね。でちょっと焼け酒になっちゃったみたいな。いやでもそのなんかでも言ってました、彼はどっこいさんに、いやバイトしようよ、俺社会かなり弱者なんすよ。どっこいさんのいないとこで言ってたんで。マジっすか。まあそういうのができないから夜の世界に来たって人も一定数いますからね。あ、そうっすね。安易にそれやれよとは。まあですよね。俺もなんかそれは正直、お金持ってない側からしたらそれは同意見ですね。俺も逆に僕がうまい、いい意味で成功例作って、そこら辺こう伝えれるようになったらもっと良くなりますよね。まあ確かに、日銭の稼ぎ方とか結局やろうと思えばできるんで、靴磨きだってそうですし。まあそれはそうっすね。はい。いやでもなんかそれは翔さんマジですごいことだと思うんですけど、はい、それがテンプレートになって後輩に強制されたら結構きついっす。きついっすね。結構きついっす。でもナンパするぐらいだったら靴磨きも俺ありだと思いますけどね。ナンパなって言ったらナンパと一緒なんで。確かに。あれ、はい、うい、どっこいさんのお客さんからもう2年がかかってきて、急に今も LINE 来てます。え、マジで？やばい。なんで来てる？どういう内容？私の友達が私以外の女と一緒に車に乗ってたの見たって言ってるんだけど本当みたいな。で、それで何、どういうこと？俺もなんか LINE 来て言ってることが分かんないんだよ。本当かどうかみたいな。俺に連絡が来て、その女以外にもどうせいるんでしょみたいな、今まで何人みたいな。え、何乗っけて、それは何、それに対して怒ってんの？どうせ2人でなんかラブホ行ってんじゃないのみたいな。え、ラブホで入るしてんの見られたってことかもしんないですね。そこは逆になんか教えてくれなかったっすね。行くだろホテルは。なんでダメなの、それ言われなあかんのって。え、それでなんて言ったの？本当にいろんな人乗せてるから、どっこいさんとどういう関係な、仕事なのかプライベートなのか全く分かんないですし、いつ何人でどこに向かったかも覚えてないっすみたいな感じは言いました。言ったの？実際そうですし、俺言ったら
どうなったの？いや、知らないわけないでしょ、覚えてないわけないでしょみたいな。そのお客さんはね、なんかすごい、はい、まあ付き合いなくてもずっとお金使ってくれてるお客さんで。そうっすよね。プレイヤー上がったけど、もう別にプレイヤー上がったからもうまあいいよなんか言ったらかわいそうじゃん。まあかわいそうっすね、今まで心の中でそう思っても、そういうのはちょっと本当に困ったな、マジで。普通に俺はさ、はい、なんで女抱くっていうとさ、吉田とか周りの人の生活守んなきゃいけないから、俺にはだから抱いてんのにさ、なんか俺の娯楽って思ってんのかな。じゃあ認めてるってことになっちゃう、うん、だっていやどっこいさん給料と別にチップもくれるんすよ。でも本当にあげてるじゃん。あ、はい、いただきます。いや、それどういうとこが出てるかっつったら、いやどっこいさんが女抱いてるからそっから出てるんすよってそこまで言ってくれんね。あの、今からお客様来ますけど、それも枕で釣ってますからね、枕するから今日来てよって。飲んじゃってますからね。ラブがよく、まあ損益分岐点とか、まあ厳しいみたいな言うじゃん。そうっすね、店は厳しいって。特に今なんてもう広告費もう限界まで出してるから、損益分岐点も上がっちゃってて結構厳しいみたいな言うから、みんなのために抱いてる、無理して無理してるんだから俺は。まあまあまあ、そういう仕事ですよ、それは仕方がない。株式会社ディートレジャーでは広報営業部を大募集します。女性男性大歓迎です。興味ある方は概要欄にあるメールアドレスか公式 LINE にご連絡お待ちしてます。どっこいさんだ。